日本略しスサノお村に描かれたマタのオロチマタのオロチは日本神話に登場する伝説の生物。山田大蛇は日本初期での表記。古事記では八幡マタ里氏と表記している。高カの八幡マタ里氏年ごとに来たりが見え、古代日本の地方である高カから来たとされる。マタのオロチという名称の意味は諸説ある。本来は山の神。 または水神であり、山田をおろちを祀る民間信仰もある。なお元通の利なは、古事記念にて、八又園、両里氏は、の、恐えず、山田をおろちと読むべきだとしている。岩見日ぐら演目、大蛇高間ヶ原を追放された、津佐の尾の命は、出雲国の小江川の上流の鳥紙に降り立った。橋が流れてきた川を登ると、美しい娘を間に老夫婦が泣いていた。 その夫婦は、大仙津謙信のこの足なしい命とてめえしい命で、あり、娘は串しなだびめと言った。夫婦の娘は八人いたが、年に一度、隆か,から、八又園、両里子という八つの頭と八本の尾を持った巨大な怪物がやってきて、娘を食べてしまう。今年も八又園、両里子の来る時期が近づいたため、 最後に残った末娘の串なだびめも食べられてしまうと泣いていた。スサノオの命は串なだびめとの結婚を条件に、八つまた両里氏退治を受け負った。まず、スサノオの命は人髄力で串なだびめの形を変えて、葉の多い串にして自分の髪に刺した。そして、足なしい命と手めえしい命に、七回絞った強い酒をかもし、八つの門を作り、 それぞれに酒を満たした酒桶を置くように言った。準備をして待っていると、八又園、両里氏がやってきて、八つの頭をそれぞれの酒桶に突っ込んで酒を飲み出した。八又園、両里氏が酔って寝てしまうと、須さんの尾の命は銃剣剣で切り刻んだ。この時、尾を切ると、剣の刃が欠け、尾の中から太ちが出てきた。そしてこの太ちを、アマテラス五大神に献上した。これが 草投げへの太ちである。八又園、両里氏を退治した、須佐の王の命は、串になった串なだびめと暮らす場所を求めて、出雲の根の片須国の須賀の地へ行き、そこで、夜久しげたと伊豆家夜平がきと朝ごび南寺夜平が、きと久し流、相納夜平がき縁と呼んだ。須佐の王村は、天より降って、出雲の国の日の川上に至った。その時、川上で、鳴き声が聞こえた。 そこで、声の方を尋ねると、老夫婦が綺麗な少女を間にして泣いていた。老夫婦は、足魔乳と手魔乳と言い,い、少女は二人の娘でキーナダ姫と言った。スサノオソンは泣いていた理由を尋ねた。老夫婦にはもともと八人の娘がいたが、毎年一人ずつ、ヤマタオオロチという怪物に食べられてしまい、末娘のキーナダ姫だけになってしまった。 そして残ったキイナダ姫ももうじき食べられてしまうので、悲しくて泣いていたのだという。スサノオソンはヤマタオオロチを退治する代わりに、キイナダ姫を嫁に欲しいと申し出た。老夫婦は喜んでその申し出を承諾した。するとスサノオソンはキイナダ姫の体に触れ、立ちどころに、ユツツマクシの形に変えてしまった。スサノオソンはユツツマクシになった少女を、 おたぶさに刺し、足マニュ乳と手マニュ乳に八回かもした酒を作らせ、八面に塀を立て、おのおの一つずつ樽を置き、酒を漏らして待った。時が杉山倒落が現れた。頭と尾は、それぞれ八つずつあり、目は赤いほうずきのようであった。松や柏が背中に生えていて、八つの丘、八つの谷の間に伸びていた。大蛇は酒を飲もうとして、頭を。 各一つの樽に入れて飲み、酔って眠ってしまった。そこで、須佐の尊は、突火剣を抜いて、ズタズタに山田おろちを切った。尾を切った時、剣の刃が少しかけた。そこでその尾を割り裂いてみると、中に一振りの剣があった。これがいわゆる、草薙剣である。須佐の尊はこの剣を天神に献上する。そうした後に、ゆつつまくしになった木灘姫と共に、 結婚の地を探して、出雲の清市を訪れ、宮を建てた。そして、役も立つ出雲八重垣妻ゴミに八重垣作る、その八重垣をと読んだ。第八段一書では、須佐の村は、安芸国の河合の川上に下りに至った。そこに神がいて、名をあしましまと言い,い、その妻の名を、稲田九州須の子京の八か耳という。この神は身ごもっていたが、 夫婦共に悲しんでいて、スサノオソンに告げて、我が梅子,子は大しけれども、産むごとに、蝶地やまたおろちはべりてきたりて飲む。一人も、ありりを得ず。今、我ウマんとす。おそらくはまた飲まれなん。背を持ちて愛いたむと告げた。スサノオソンは教えて、何時、州の好みを持ちて、酒、八亀を、常務別し。我まさに何時がために、山田オ,オロチを殺さんと言った。 にかみ、教えのずい、とある。いざ産むときになって、彼のヤマタオロチが戸口に現れ、こう飲もうとした。スサノオソンは、ヤマタオロチにみこと乗りして、何時はこれかしこむべき神なり。あえて京世紗乱やともちなし、八カメの酒を持って、口ごとに、容疑入れた。その蛇は酒を飲んで眠った。スサノオソンは剣を抜いて、これを切った。を切るときに、 剣の刃が少しかけたので割ってこれを見たところ剣が恩の中にあったこれを草薙剣というこれは今オワ国の我、吉村にある熱田の歯振り辺の司る神がこれであるとあるその蛇を切った剣を蛇の蘇生というこれは今石神にあるこの後稲田九州の故郷の八角耳が生んだこの新神触れ木稲田美めを 出雲国の日の川の川上に移して育てた。そうした後に、スサノオソンが人し、生ませたこの六世の孫を大名ナの命という、とある。第八弾一書では、スサノオソンは、キーナダビメを、みゆきさんと欲しい、これをこいた。アシマニューとテマニューは、こう、まず彼のヤマタオロチを殺したまえ。思考して後に、幸いさば、よろしからん。彼のヤマタオロチ。 頭ごとに角し、松あり。両の脇に山あり。人か仕込むべし。まさに何を持ちて、これを殺さんと答えた。スサノオソンは、はかりありて、毒の酒を、常味、用いて飲ませた。ヤダイ大蛇は酔いと眠るとある。そこで、スサノオソンは、蛇管すきの剣を持ちて、頭を切り、腹を切る。その尾を切った時に、剣の歯が少し消った。 故にをうきてみるとそこには一振りの剣があった。なお、草薙剣という。この剣は昔、須佐農村の元にあったもので、今は、尾張国にある。その須佐農村が、山田をおろちを立ちし剣は、今に、きびの神戸が元にある。出雲の日の川上の山、これなり、とある。洪水の化身などと解釈されることがある。おろちは水を支配する竜人を、 串名田姫は稲田を表すとみなした説である。物理学者の寺田虎彦は、溶岩流を連想させると述べている。それにちなんで、山田のオロチが、野田たら製鉄で炉から流れ出した旋鉄を表しており、婚姻は一族を支配下に収めたことを表現しており、よって、山田のオロチの討伐は、野田たら製鉄をする一族を支配下に収めて、 鉄拳を献上させたことを表現しているという説もある。実際、出雲近郊の山間部で時代の特定できない野田たらの遺跡が数多く見つかっている。長野県作室根和の山田神社は、山田のオロチとゆかりがあるというヘビー種を祀っている。山田オ,オロチがスチャノオソンに退治された時、その魂が石の形で止まったものとされ、 ヘビーの上に河津を置いたところ自然と消失したり、石が年々大きさを増し、ほこらを作っておったがそのほこらを壊して出てきたため、土地の産神として祀ったところ大きくなることはなくなったという伝説がある。津佐神社には山田のオロちの骨とされるものが収められている。ありがとうございます。